はよう諸君、クイックゼロのゲハ戦争に終止符を。今日のゲストは六元さんです。待たせたな。いや、すいません、本当のクイックゼロです。よろしくお願いします。今回500回記念ということで、おいちゃんがですね、無理やり六元さんを拉致ってまいりました。どうもこんばんは、六元さん。どうも、六元さんです。はい、どうも。こっちが六元さんですね。はい。今のオープニングは六元さんでね。スネーク、リアルなスネークはね、おいちゃんです。はい。で、何しようかちょっと考えたんですけども、六元さんということですので、ブラックオプスということで今、流れてますけども、これをね、ちょっと一緒にやっていきたいと思います。はい。チームデスマッチになりますので、あんまり絡みはないかも分かりませんが、まあ、その辺はね、ちょっとご了承いただくということでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ六元さん、チームデス、いきますんで、はい、よろしいですか。はい、はい、よろしくお願いします。すいません。はい、どうも。チームデスマッチ、任務のことだけを考えろ。なんか一人ついてくる、ついてくる緑がおるな。リードを奪った。でこいとか、どういう意味、どういう意味、でこい。おかしいでしょ、その使い方。その使い方おかしいでしょ、デコイの。だってデコイは自分の いないところで使いなさいよ、本当は。使い方間違うと、使い方。ここにいるな。ないわ、本当ないわ。あれ、いない。テロやんか、味方の。気に入りません。よし、レンジいただきだ。あ、ちょ危ない動けない。あ、荒らしぬな。よし、もう一人。六元さんのその後ろが気になる。ああ、いっぱいおるな、そこ。足り入ってきた。うわ、おった。お、コンカッション。コンカッション。うわあ。カウンター偵察機、スタンバイ。カウンター。上空に友軍カウンター偵察機。レーダージャミング、レディ。違うか、違うか、違うか。まだ衣装がよく分かってない。あ、また邪魔だ。邪魔は見えるはず。こっちの方がいいです。何か持ってる。あ、抜かれるか、抜かれるか、やっぱ抜かれるか。でこいよ、やめなさい、でこいよ。よし。
危ない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 。ナイフマンがいるな。いざ。またあの辺。はい。よし。あ、大将じゃないか。全員名前多そうだな。本当だよ。ジャマーか。あ、こんなとこに。ミトルの大将、大将やってくれた。徹底してこもるよ。徹底するよ、もうちゃんは。おお。ああ、どこだ。痛い痛い。大将大暴れだな、結構。ちょっとレンズ、突レンズ。へい。邪魔。あ、下に。下に回ってった。ナイス。へい。みんなゼロさんに顔も見えた。でもでこいわ、でこいわ。でこい邪魔やから本当もう。ダメよ本当にもう。狙ってるねみんな。よいしょ。みんなそっち行ってます。狙ってるね。めっちゃ狙ってきてるわ。すごい来てる。すごい乱射さんがいる。めっちゃ狙ってるよみんな。これぞキャンプの醍醐味。さあ、おい。かかってきなさい。さあ、こい。アイリジャマか。上空に味方偵察機。来た来た来た。また2回。うわ、危ね。早く来なさい。やばい。さあ来い。来た。オッケー。おほ。いただいたぜ。ラスキル。よくやった。まあね、この町です。これ素晴らしい。この町から来たなというところでヘッドショットを決めると。ヘッドじゃないな。あ、後ろに持ったね。火炎放射器でしたって。はい、こんな感じで勝ちました。素晴らしい。はい、ロケさんどうもありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは諸君、また会おう。